ちょっと待って。で、止めてのでしょ？さあ、これでいっか。さあ、ポンさんの仕事が終わるまで。25万ミリセック。ってことは、25万ミリセックだから、そっか。上に書いてあると250秒。4分も耐えるの？耐えられっか？いやー、これか、次。いやー、無理だな、これ全部逃げんの、いて。次は黄色だね、確か。上に来るはずだから。だって。あーでもそっか、敵は倒さないとめんどくさくなるな、これ。そうしたら、ちょっと待って、処理をする。どうやって敵をかわすか。よいしょ。やーおー、ちょっと待って。で、ここは、ここにいれば OK。ちょっと食らいすぎちゃった。ゆっくり回復。わお。そっか、足は壊れんのか。え？よーい、それはないって。まさかの複合攻撃が。くそー、マジか。きつい、きつい、きつい、これ。やべ、結構食らったぞ、今ので。うおー、めんどくせえパターンが来たやっべえ、これ。いや、待て。きつい。うわー、無理だー、これ。うわー。わさびの体力限界です。これ以上の作戦継続は困難となります。今引けばキエのハッキングは二度と通用しない。わさび、頑張ってくれ。僕はまだ行けますよ。僕が耐えれば父さんたちが助かるのが、僕はいつまでだって耐えられる。信じられない。WGP、わさび頑張れるポイントが回復していきます。頑張れ、わさび。行くぞー。ちょっと、敵邪魔、本当に。そして、やばい、ちょっと待って。黄色が残るとちょっと、めんどくさいですね、これ。いやー、敵邪魔。複合パターン振るとほんとめんどいな、これ。呪術使っていくのが楽なのかどうかがわからん。さあ、70% まで来た。あと、70秒、あと1分10秒くらい。え？嘘やー！待ってよ！それないっての、ね、きつい、これ。これ耐えるしかない。やば。よし。オッケー。いや。待て。そしてええ。いや。よし。あと何秒？ 26 秒。よーっと、それだった。
やばい、無理だこれ。いや、やばい。え、できた。うわ、つらいこれ。制御権ダッシュしました。加え、エネルギーコアおよびご両親の DNA 記憶情報をイジェクトします。ラジャー回収に成功しました。よくやった。よく耐え抜いたな、わさび。母さんの素晴らしくさをちゃんと受け継いでるようだ。それを言うな、お父さんの忍耐強さもよ。なんだよ、もう恥ずかしい、恥ずかしいな、うふふ、うふふ。もうあの人たちったら、山場が終わった途端に人目をはばからずにイチャイチャと。そっとしてやってくれ。それはどういう？ああ、わさびがこんな立派に育ってくれたのを 見られて、僕は満足だよ。そうね、私たちは幸せね。そんな、今世の別れみたいなこと言わないでよ。ほら、この DNA とデータを持ち帰ればすぐに会えるんだよ。わさびには言うなよと念を押さえているんだが、確かに二人の記憶情報はバックアップされている。だが、それは自己発生時に一度されたき、更新されていないんだ。そんな、それじゃあ、今の私たちは電子回路上に存在している自我の残響に過ぎないんだ。大丈夫よ。またすぐに本物の私たちに会えるから。え？何事だ？しまった。システムの復旧が予想よりはるかに早い。わさび、わさび？ダメです。欺瞞フレアが投射されていて通信を維持できません。これではわさびの転送もできません。くそ、わさび、わさび！く、異常を感知したシステムが木を崩壊させようとしている。行きなさい、わさび。私たちは崩壊を食い止める。わかった。船との通信が切れたってことは転送もできないということだ。するな、木の根元まで行けば偵察ドローンが開いた穴から脱出できるはず。とにかく急いで一番下を目指そう。父さん、母さん、僕は脱出するよ。また後でね。ああ、また後でな。ちゃんと死なないようにするのよ。ここまで来て死んでたまるか。ええ。今度は逆強制スクロールですか。おお、ちょっと待って。これなんかやった方がいいの？おお、やべえ、行って。危ない。胴体が食らっちゃった。いやあ。いやあ、え。ちくしょう。なんかアイロンヘッド戦を想像させるよ、これ。おー、危ない。いった。やばい。死にそう。痛い。よし、そっか。下に行けばいいのか。やばい。いやー、なんか二人話してるけど、まともに読んでられないんだけど、読んでられる状況じゃないんだけど。もう本当にフリーダムだよな、この。
人。さあ、と、ちょっと待って。いった。ちょっと待って、あと何メートル？あと何メートル？翔賀さん、ちょっと止めてください。止めてください。読めないんですけど、あと、一気に行くか。やべやべ、危ねえ。おぉ。よいしょ。さあ、もうすぐ着く。到着。はぁ、出口だ。サビ？わさび？コンさん、僕です。今から木の外に脱出します。了解した。木は崩落寸前だ。巻き込まれないように衝撃に備えろ。ラジャー、